お父さん、カメラを前に向けて喋りたいんだけど、景色が映っちゃって後で加工するのがめんどくさいのでそのままにしてます。そのまま下から撮って後で加工しなくても済むようにしてあります。桜だ。昨日風がすごかったから散っちゃったかと思ったけど、ちゃんと残ってるわ。綺麗だね。ちょっとね、ライトアップとか特にされてるわけじゃないからあんまり写真映えしないかもだけど、一緒に写りたい。あ、ここでいいじゃん。春ってだけでそうそうするし、これでいいのかなとかさ、うまくやれてるのか分かんなくてそうそうするけど、多分大丈夫だと思いたい。ちょくちょく思うのは、私はフリーターと YouTubeで生計立ててるわけだから、なんか本当にずっとやっていけるのかなとか、まあ、今が人気があるわけじゃないけど、まだこれからだと思ってるんだけど、それでもなんか飽きられちゃったらどうしようとか、そういうことも考えるし、ありがたくも300万回再生してもらった動画があるけど、なんかあれ以上に伸びる動画は作れないだろうなとか、そういうことを考えて不安になったりとかするの。でもよくよく考えてみると、一回自分がうつ病になって休学して何にもできなくなってっていうことを経験すると、いわゆる正社員普通の働き方っていうのが別に普通じゃないっていうか、みんなができてることでも自分が向いてなかったら続けられるわけじゃないし、だから自分が、まあ、割と同じ生き方ができてなくても続くときは続くし、まあ、続かないときは続かないというかね、正社員が安定した仕事っていうわけではないなっていうことを知ってるから。難しいな、なんて言ったらいいんだろう。私は大学生やってたわけだけど、でうつ病になったら買い物に一人で行くのも苦しいし、旅行にも行けなくなるし、だからそういう普通が結構簡単に崩壊するってことを知ってるから、普通なことが安定ってわけじゃないというか、まとまらないな。私が不安になってるのは、 YouTube とかフリーターっていうのは辞めても給食手当がつくわけでもないし、フリーターは違うのか、まあ、YouTube は給料が不安定というか安定して入ってこないから不安になるけど、でも正社員だったとしても自分のメンタルでどうなるか分かんないし、世間では安定した仕事って言われてても自分に合わなきゃ簡単に不安定になるし、
だから一概に安定し、世間で言われてる安定した仕事イコール安定ではないなって、それは自分がうつ病になって世間一般で安定しているって言われていることが自分にとっても安定したものになり得るわけじゃないって知ってるから、だから YouTube は私に合ってるし、きっと今後も大丈夫だと信じている。一回病気になるとみんながやれてる普通のこと、普通と言われてることって意外とハードルが高いんだなってことがわかるから、自分に合ってることって普通以外にもいっぱいあるから大丈夫ということが言いたい。難しいね、気持ちの言語化っていうのはさ。明日、私ずっとやりたかったことがあって、なんか最近は演技に興味があるんだけど、明日はなんか演劇の見学に行こうかな、稽古の見学に行こうかなと思ってます。迷ったらやったことない方にしようと思う。やっぱ春は寒暖差がすごいから、みんな気をつけてね、風邪もひかないようにして温かいもの食べたり自分をいたわってください。完全に薄着すぎる。お家に着きそうです。みんな自分を大事に生きてくれ。